はい、こんにちは、116インズです。さあ8月下旬となりまして、プレーオフ争いも白熱していますが、今回はコンテンダーの救世主的な存在になるかもしれない選手をピックアップしてみようかなと思います。トレードデッドラインも過ぎまして、各チームここからの大型補強は難しく、基本的には既存戦力で残りの戦いをどうにかする必要があるわけですが、そんな残りのシーズンでチームを救ってくれるかもしれない、特に今までいなかった選手を中心に、今回6人ほどコンテンダーからご紹介したいなと思っています。それでは見ていきましょう。はい、1人目はフィリーズのブライス・ハーパー。昨年は自身2度目の MVP に輝いたスラッガーで、今季は肘の怪我で開幕からほとんど守備にはつけていないものの、64試合でホームラン15本、 OPS9 割8分5厘と相変わらずの好成績。強打者勢揃いのフィリーズ打線をシーズン通して牽引するものと思われましたが、しかし6月25日のパドレス戦でブレイク・スネルの速球が左手に直撃するアクシデントに見舞われ、親指を骨折。ハーパーの痛がり方からしてただごとではないことがもうその瞬間からわかるような出来事で、ちょうどフィリーズはトムソン監督にスイッチしてチームも流れに乗り始めた矢先でのハーパーの怪我でしたので、これで勢いが断たれるのではないかと心配する声もありました。ただ幸いなことにハーパー抜きでもフィリーズチームの勢いを落とすこともなく、ここまでプレーオフ争いに食い込んでいて、またハーパーも先日マイナーで実戦復帰を果たし、復帰初戦でいきなり2本のホームランを放つなど順調な回復ぶりをアピール。今月末にもメジャーに戻れるのではないかとも言われています。引き続き守備にはつけないと思われますが、ハーパーのバッティングが返ってくるのはフィリーズ打線にとって大きなブーストとなりそうですし、2011年以降遠ざかっているプレーオフ進出へチームに勢いをもたらす活躍に期待したいですね。2人目はレイズのタイラー・グラスナウ。グラスナウは昨年14先発で防御率 2.66 と、この調子でいけばサイ・ヤング賞候補にもなれそうなくらいいいピッチングを続けていましたが、残念なことにシーズン途中にトミー・ジョン手術を受けることとなってしまい、今季もここまで登板なし。ただようやく投球できるくらいまで回復してきたようで、先日打者を立たせて投球練習をして大きな問題もなかったようですので、9月にマイナーで実戦復帰できるかもとも言われています。先発調整が間に合うかはやや怪しいところですが、何事もなければシーズン最後の1週間、2週間あたりでの復帰ですかね。今季のレイズはとにかく怪我人が投手野手かからず多く、100勝を挙げた昨年ほどの強さは今のところないですが、そのような状況下でグラスナーのようなエースクラスのピッチャーが帰ってくれば、これ以上に頼りになる存在はいませんし、またレイズがポストシーズンに駒を進めた際にはグラスナーの復帰はより大きなものとなるでしょう。まずはリハビリを終えることが先ですが、例えば複数イニング投げるリリーフとしてプレーしてくれるだけでも貴重な戦力となるのではないでしょうか。3人目はオリオールズのガナー・ヘンダーソン。オリオールズがまさか8月末にプレーオフ争いしているとは開幕前予想できませんでしたが、アドリー・ラッチマンの昇格でチームがガラッと変わりましたので、ここまで来ればトッププロスペクトのさらなる昇格もありそうかなと。ヘンダーソンはラッチマンと同じく2019年ドラフト2巡目指名を受けた内野手で、今季開幕前の時点でベースボールアメリカの球界全体のプロスペクトランキングで57位、今季 AA と AAA で計105試合に出場して OPS9 割5分8厘と、その評価はさらに上がっていまして、オリオールズのマイク・エリアス GM もヘンダーソンの今季中のメジャー昇格の可能性を否定していません。ラッチマンでさえメジャーへの適応に1ヶ月程度時間を要しましたので、果たしてヘンダーソンが今メジャーに昇格してどれほど戦力になれるか、やや不透明な部分はありますが、ただ仮にヘンダーソンが昇格となれば、現在サードを守るラモン・ウリアスをセカンドへ移し、今季ウィンザボリプレイスメントがマイナス 0.5 と、少なくともメジャーのレギュラークラスの活躍ではないルーグネット・オーダーを外すことができるようにはなりますので、アップグレードにはなるのかなと。オリオールズは結構トッププロスペクトの昇格には慎重なチームですので、本当にヘンダーソン上がってくるかは分かりませんが、ラスト1ヶ月若い才能がチームをプレーオフへ押し上げるかもしれません。4人目はヤンキースのルイス・セベリーノ。セベリーノは7月に右後背筋の張りで60日 IL に入っていまして、復帰は早くても9月中旬、ただどうもそこまでかかる怪我ではなかったようで、セベリーノ自身は60日 IL に入れられたことをあまり快く思っていなかったみたいな話も当時出ていましたが、まあ、ヤンキースはトレードデッドラインでフランキー・モンタスを獲得し、チーム状況的にもかなり余裕があったのでこうした措置を取ったものと思われます。ところが8月入ってからのヤンキースはなかなか苦労しているのは皆さんもご存知のことでしょう。特に先発陣が少し打ち込まれていまして、8月2日以降のチームでの先発防御率が 4.40、 セベリーノ不在に加えて獲得したモンタスの調子があまり良くなかったり、タイオンがホームランをやや打たれ気味だったり、そもそもトレードデッドラインでジョーダン・モンゴメリーを放出してしまったのが思いのほか痛手だったりと、フロントが思い描いた通りにはなっていないのかなと。休養十分のセベリーノがシーズン終盤先発ローテーションを支える活躍を見せてくれれば、地区優勝、リーグ最高勝率を狙う上で大きな意味を持つかもしれませんね。
5人目はドジャースのダスティン・メイ。昨年トミー・ジョン手術を受け、今季も術後のリハビリの関係でずっと離脱していましたが、8月20日のマーリンズ戦でメジャー復帰。5回1安打無失点9奪三振とブランクを感じさせない素晴らしいピッチングで、復帰戦で白星も挙げました。昨年も怪我する前の5先発で防御率 2.74 と、2020年の事実のルーキーイヤーからさらなる成長が期待できそうなところで怪我をしてしまいましたので、今季残りのシーズンでそれに続く活躍ができるか。ドジャース先発陣はタイラー・アンダーソン、フリオ・ウリアス、トニー・ゴンソリーの3人は盤石で、怪我で離脱中のカーショーも近々復帰予定と、メイがいなくとも強力ではあるんですが、ただウォーカー・ビューラーのトミー・ジョン手術が決まり、またポストシーズンまで見据えるとアンダーソンはあまりプレイオフでの経験がなかったりですとか、ゴンソリーはプレイオフで結果がまだ出せていなかったりと、不安要素が全くないかと言われればそうでもないのかなと。場合によってはメイがキーマンとなってもおかしくなさそうですが、あの100マイルの剛速球がチームを救う展開はあるでしょうか。最後はマリナーズのタイ・フランス。今季オールスターにも選出された選手を救世主と呼ぶのは少し違和感がありますが、ただここ2ヶ月ほどタイ・フランスという名前の選手は確かにマリナーズ打線にいますが、果たして本当の意味でタイ・フランスがいるかはまた別の話です。6月下旬に打者走者と交錯して左肘を故障し、さらに7月末には今度は手首を痛めて何試合か欠場したフランスですが、手首を痛めてからのバッティングは深刻で、7月末以降の16試合で打率が1割3分6厘、ホームランはわずかに1本。最近はひたすら弱いゴロを打ち続けていまして、明らかに前半戦とは悪い意味で別人。フランス自身は手首の影響ではなく、ボール球に手が出てしまっているなど単なる不調を強調していましたが、フランス昨年も前腕にデッドボールを受けて、無理して出場した間とにかく打てていませんでしたので、それとどうしても被ってしまうんですよね。攻撃の中心であるフランスが打てないことには、ただでさえ得点力不足に悩まされる打線の問題はさらに大きくなるばかりです。ただリズムさえ取り戻せれば、あとはひたすらヒットの山を積み重ねるのも、またタイ・フランスという選手の特徴でもありますので、9月10月プレイオフ進出に向けて、彼が本来のバッティングを取り戻し、本当の意味でタイ・フランスが帰ってきたと感じさせるパフォーマンスに期待したいです。ということで見てきましたが、ハーパーの復帰は本当に楽しみですよね。フィリーズのチームメイトたちが彼のいない間、プレイオフ進出の希望をずっと繋いでくれましたので、今度はハーパーがチームに勢いを与えられたらいいですよね。あとは予想外にコンテンダーの戦いを見せているオリオールズが、今回取り上げたヘンダーソンを昇格させるのであれば、ラッチマンの時のようにチーム力がまた一段と上がるか、ここも楽しみです。個人的にはフランスがフランスらしさを取り戻し、終盤に打ちまくってチームをプレイオフに導く活躍にも期待したいところですが、皆さんはシーズン終盤応援しているチームで期待している選手いるでしょうか？よければコメント欄で教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。